ノイ・ホーフは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区の、古田軍に属す、町村である。町名は現在この町の主要地区をなす、旧三カ村エラース、ノイ・シュタとト、オペルツの伝統的な総称であった。この町の町名の由来となった主流は、東のレーン山地と西のフォーゲルスベルク山地との、間のフリーデタール内、軍庁所在地古田の南西約1 5トルに、 位置している。ノイホーフは、北はグローセンリューダー及びフルダー、東はアイヒエンツェル、南東はカルバッハ、南はフリーデン、南西はシュタイナウアンデアシュトラーセ、西はフライエンシュタイナウ及びグレーベンハイン、北西はホーゼンフェルトと境を接している。エラース、ノイシュタット、オペルツからなるノイホーフは、同盟の自治体の主流である。この町にはこれ以外に、 ドルフボルン、ギーゼル、ハッテンホーフ、ハウスブルツ、カウペン、ロンベルツ、ティーフェングルーベン地区が含まれる。人口1906人のノイホーフは、キュンツェル、ペータースベルク、アイヒエンツェルに次いで、フルダ軍で4番目に大きなマチ村である。地区別人口は以下の通りである。概要ノイホーフは1000年以上の歴史を有している。現在のノイシュタットが956年に、 初めて文献に記録されている。エラースは1165年にエルダーチャスとして初めて記録されている。ノイホーフという名称は1239年に初めて記述された。これは貴族家の本のイホーフ家及び古田領主修道院長の同名の水城に由来する。この水木はもともとは城塞として建設された。 ノイホーフ家の祖先はおそらく白入であった。1250年頃に修道院長ハインリヒヨンセイフォン、エルタールがノイホーフ上官を上壁、ノコギリ壁、堀で守りを固めた。ノイシュタットとエラースの他に上官の近くに集落オペルツが形成された。この集落は1326年に初めて記録されている。水木はおそらく 旧ゲリヒトフリーデムの行政管区の中心であった。特に古田で、ペストが猛威を振るった時代には、古田市教領の行政機関や官房が、ノイホーフ城に避難してきた。歴史的な街道現在のノイホーフ町の集落は、中世には二つの古い街道ビアレギアあるいは、ライヒスシトラーセ。アルテヘールシトラーセとも呼ばれると、アントソンビアとも呼ばれるの交差する地点に面していた。 さらにビア・レギアに沿ってフルダとフランクフルト・アム・マインとの間にヤコブの巡礼路が通っていた。現在、ビア・レギアのコース沿いにはデライショス・シュトラーセという標識が建てられている。皇帝フランツ2世の下で1801年にルネビルで締結されたフランスと新生ローマ帝国との平和協定によってナポレオンによるドイツの世俗化が始まり、正解諸公領は 世俗諸公に分配された。これにより、それまで独立していた古田修道院領とこれに、付属する地域は1803年にビルヘルムフォン、ナッサウ・オラニエの所有となった。これにより、イノイ・ホーフも古田による特権と責務を失った。1806年、ナッサウ・オラニエ公はナポレオン及び、フランスの意を受けたライン同盟に加わらず、このため、旧古田市教領は、 ナポレオンの直接保護下に置かれた。1810年フランクフルト大公国が建国されると他の都市や市協僚主領と同じようにフルダもカール・テオドール・フォンダール・ルベルクの統治下に加わった。その後軍内の村にも初めて自治行政機関が構築された。そのトップにはフランス人の蓄責任者、村長、町長,長がついた。旧フルダ市協領は1816年に ヘッセン選定公領1866年にプロイセン領ヘッセンナスサウ州となった。自治体の違法府の成立の違法府庁の主有は、1928年11月15日にカッセルの県令の指示により、それまで独立した自治体であったエラース、ノイシュタット、オペルツが合併して成立した。 地域再編ヘッセン州の地域再編に伴って、1972年1月1日に、それまで独立した町村であったドルフボルン、ギーゼル、カウペン、ティーフェングルーベンが合併して、拡大自治体のイホ府となった。州法の発行に伴い、1972年8月1日に、発展方府、ハウスブルツ、ロンメルツがこれに加わった。 カトリック教会ギーゼルのセーラウレンティウス教会、発展法府の聖コスモス及びダミアン教会行政上のノイホーフの長域は古出市教区の3つの首席司祭区及び4つの士牧連合に属す5つの教会区にまたがっている。主流のノイホーフにはノイホーフグローセンリューダー首席司祭区及びカルバッハノイホーフ聖霊士牧連合に属すカトリックの聖ミヒャイル教区がある。 この教区には、聖ミヒャイル教区教会、オペルツの教区センター、エラースの聖バルバラ市教会、ドルフボルンの労働者聖ヨハネ市教会、ティーフェングルーベンの聖マリアム現在の親鳥礼拝堂が属している。信者数は約4400人を数える。これはこの町の住民の約77%にあたる。この首席主催区及び士牧連合には、 この他にロンメルツのマリア非正天教区が属している。この教区は2005年から主流ノイホーフの聖ミハイル教区が宗教活動を支援しており、両者の共同運営となっている。ノイホーフグローセンリューダー主席主催区は、ハウスブルツのカトリック聖バルトロメウス教区も含んでいる。この教区は、隣のフォーゲルスベルク軍バイデナウの天の女王、マリア市教会を有している。 この教区も2017年から、ノイホーフのイミヒャイル教区が、宗教活動を支援しており、両者の共同運営となっている。教会道を持たない、カウペン集落は、ハウスブルツンの聖バルトロメウス教区に属している。古田主席主催区及び古田イコールベストパドバの聖アントニウス四国連合には、2012年から、古田ハイムの聖マルクス教区が、宗教活動を支援しており、 共同運営となっているギーゼルのセーラウレンティウス、教区が属している。また、レーン主席司祭区及びアイヒエンツェル、セーマリエン支牧連合に属す発展豊富の、セー、コスマス及びダミアン教区がある。かつてのフルダイステルギーゼルの支部協会ギーゼルのマリエ、デブルト教会は、2006年にフルダ主席司祭区及びヨハネスベルク支牧連合に属した。 その宗教活動は、古ダヨハネソベルクの先例者聖ヨハネ教区の支援を受けており、両者の共同運営となっている。福音主義ノイホーフには、福音主義の教会組織が一つあり、エラースに教区教会と青年の家、ロンメルツに集会所、フリーデンリシ教会を有している。かつてのユダヤ教会1938年まで、ノイホーフにはユダヤ教会が存在した。 この教会は、ノイスタット地区の現在のマルクト通りにシナゴーグを有していた。その成立は1563年まで遡れることが証明されている。この教会には、ノイホーフに住むユダヤ人が属していた。1938年11月9日から10日の水晶の夜に、シナゴーグは既存され、内部の長度は破壊された。建物に放火はされなかった。 ノイホーフには当時48人のユダヤ人が住んでいた。その後1942年に残っていたユダヤ人もノイホーフから移送された。戦争末期に空き家となっていたかつてのシナゴーグは違法に住居に改築された。シナゴーグの建物は1945年以後も存在し、1956年にエルマイナス型になった。その後個人が購入し、 増改築によって外観が大きく変更され、旧品号具とは分からなくなった。増改築の結果は住居、オフィスの長編側に見られる。改築されたにもかかわらず、現在も約80%の旧品号具の建築が残されている。当時の儀式用の水槽は2008年のリノベーション工事の際に古田の建築監査官、 フリードリヒ・ホフマンの設計図に基づいて測量がなされ、一部が再び公開された。案内板や追悼のプレートは設けられていない。フリーデン町内ノイホーフとフリーデントを結ぶ修道の高台2905年に設けられたユダヤ人墓地は現存している。ノイホーフの町議会は37議席で構成されている。ヘッセン州自治体法によれば、 首長は市町村議会の長であり、野井豊府では町長の他に6人の名誉職の助役がいる。町長のハイコシトルツは2016年9月18日に63.0%の票を獲得して町長に選出された。この選挙の投票率は50.7%であった。彼は2017年2月1日に正式に町長に就任した。 1945年以降の蝶々図柄、金字と緑地に上下に分割。上部は互いに組み合わされた三つの黒い輪と斜め十字に配された黒いハンマーと黒いシュレーゲル。下部は端まで伸びる金の十字。ヘッセンの紋章台帳には1953年に認可された紋章が記述されている。しかし、1963年に、 内務大臣の許可を得て、上記の異なる配置の紋章に置き換えられた。三つの組み合わされた輪は、1928年に、それまで独立していたエラース、オペルツノイシュタットが合併して、ノイシュタット町が形成されたことを示唆している。鉱山用部は、地元の仮産業を象徴している。紋章下半分の十字は、古田の紋章の色違いである。旗の図柄、 黒と金色の横島に紋章。ノイホーフ城の塔この町の象徴的建造物は、オペルツのカトリックのセーミヒャイル教区教会と、ノイシュタットのノイホーフ城の現存する四つの塔である。ノイホーフ城の主館は1958年に取り壊されており、その跡地には現在、シュロス州レがある。セーミヒャイル教区教会は三老式列中バシリカで、ある。 この教会は1831年に建設され、1909年から1911年に拡張された。ファサードは3体の砂岩の彫像によって飾られている。印象的なのは、先頭屋根をいただいた3階建ての後期ゴシック様式の斎藤である。この塔は、オペルツの墓地に平屋の小さな礼拝堂を持つ防衛教会として、 建設され1409年に大天使ミカエルに剣道された。バロック様式の半円筒型ボールとを有する、ちょは簡素な姿である。そのちょは様々な時代に制作された。特筆すべきは、例えば、新郎の後期バロック様式の使徒像である。後期ゴシック様式のアラ井ライバンは1503年に作られた。ノイホーフには、教会、世俗の両面で、 伝統的に活発な音楽生活が成立している。合唱クラブ、セツイリアやユーゲイカントライセーミヒャイルのほか主有のイホーフには、アコーディオンオーケストラ、ブラスオーケストラ、音楽、ファンファーレ隊があり、さらに、ロンメルズにブラスオーケストラが、ギーゼル、発展豊富ハウスブルツの各地区に音楽クラブがある。また、ドイツ全土で活動する、ビッグバンド、 ホアジヒトゲプレーゼがある。若い音楽家を奨励するクラブは、新たな音楽的才能の育成に携わっている。ノイホーフのスポーツ及びレジャー施設は、二つのスタジアム、五つのスポーツグラウンド、六つの単育館、四つのボルツ場、二つのテニスコート、一つの室内テニス、スカッシュ場、多くのケーゲルレーン、一つのストリートボール及びインラインスケート場、 一つのグリル場がある。大きなスポーツイベントは、ヨハネスケ・ケプラー・シューレの客席約900席のフィアフェルダー・ハレで行われる。古神術、格闘技、フィットネスのためのスポーツ学校がある。観光アトラクションは、1999年にオープンした自然科学学習路、惑星の道がある。これは、ヨハネスケ・ケプラー・シューレからオッペルツァーベルクの麓をたどり、 カルバッハのアイヒエンリート地区に至る。ノイホーフは、リューデスハイムアムラインを起点とし、単に至る、全長240キロメートルのラインマインキンツヒ、自転車道沿いにある。ノイホーフ町は、下級中心として、古田郡南西部の人口、約2万5千人相当の地域の中心的機能を、担っている。ここには、委員10員、歯科委員2員、薬局2件、 老人介護センター1件、京海道9棟、郵便局の支局1カ所、駅1カ所、多くの食料品、マーケット、銀行、学校5校、古田郡の市民大学分校、幼稚園6園、町立センター1件、公民館7件、町立図書館3館、交番1カ所、道路管理事務所出張所1カ所、山林管理事務所4カ所、多くの旅館がある。しかし、 上級中心都市古田に近いことが他の要因とともに、ノイホーフが直近の数十年間に、いくつかの企業や公共施設を失うことにもつながっている。かつて存在した大きな企業には、デブリューダー・フリッケのレーン・モルト・モルケライ、食肉加工業者、ヨーゼフ・レッペル、材木賞、レショップがある。また、かつてノイホーフには、2つのエイリン賞、古田区裁判所の支所、 屋内プール、郵便局、バームヘルツィーケ・シュベステルンの老人ホームを併設した支社があった。この他にノイホーフライフアイゼン銀行エックの自立性も失われた。交通アクセス地域開発のためにノイホーフは、1998年5月に、バート・ザルツ・シュリルフ、アイヒンツェル、フリーデン、グローセン・リューダー、ホーゼンフェルト、カルバッハと共に、 フル南西地域フォーラムを結成し、自治体作業共同体を形成した。この共同体が2006年に登録協会に移行した後、軍種工業者協会、軍労業従事者連合、自然保護連合の作業共同体がこれに参加した。この地域フォーラムは2007年に、ヘッスン州から地方経済発展のための共同体主導のリーダーに、 基づき欧州共同体の振興地域として指定され、2008年から2013年までの支援機関の様々な施策に対する支援金として160万ユーロが支給された。2008年からこの地域フォーラムは、ヘッセン地域フォーラム協会、e、EV に加盟している。7町村は、以下の課題に共同で取り組んでいるノイホーフの、モンテ、カリノイホーフは、 フルダ唯一の鉱山町である。ノイホーフエラース、カリ工場では約750人の従業員によってカリ塩が生産され、化学肥料に加工されている。ノイホーフイコールエラースは年間約400万トンの原料から約130万トンの製品を製造している。この工場は軍南部最大の工業経営企業である。現在この工場はカッセルのケースに属している。 地元では、モンテカリとも呼ばれるボタ山は、遠くから見ることができ、特徴的な景観要素で、ランドマークとなっている。アウトバーン A66 号線を、ディステルラーゼンから来ると、インターチェンジナンバー、49シュリヒテルン、北インターチェンジ付近から、古田方向に視界に入る。アイスフルダビュルツブルグ線でも北の、フリーデタール橋付近から見える。 高さ海抜200メートルから500メートルの、このボタ山は、約1億2500万トンの物質、主に岩塩、鉱石鉱、粘土、その他の物質と水でできている。したがって、これは、ヨーロッパ最大級のゴミ集積場の一つである。毎年240万トンが、新たに積み上げられる。ボタ山の総面積は、現在、約90ヘクタールである。 仮工場はアウトバーン A66 号線のノイホーフ、南インターチェンジ経由で全国的な道路網と結ばれている。KS のノイホーフエーラース第2項、仮工場の歴史1905年に仮採掘会社ノイホーフが設立され、1909年6月までに最初の557メートルの坑道が掘られた。1906年11月にはすでに、 郊外の運営用建造物がすべて完成した。1910年からの上方府とエラースの二つの鉱山会社が成立した。これらの会社は経営上は一体化されていた。1912年3月に深さ552メートルのエラース港の採掘が始まったが、第一次世界大戦のために1920年に閉鎖された。1926年6月末。 この鉱山は、ドイツカリシン時計との法的に定められた、採掘配分に基づき閉鎖されたが、ビンタースハルエージーにより、予備工場として稼働可能な状態で保持された。ビンタースハルエージーは1935年2月1日に、エラースコートの違法不興を、1937年4月1日には、工場施設と、校内施設の大部分を軍が自由に使えるようにした。 この鉱山はドイツ国防軍の弾薬庫に改造され、1939年9月に完成した。4万平方メートルの土地と2本の行道内に弾薬やいわゆる軍事物資が保管された。1944年6月の段階でも、この弾薬保管庫には1万4千トンの火薬や弾薬が保管されていた。この頃から行道は 軍需工場の地下への移転に利用されるようになった。1944年9月23日の軍受品管理部の移行を受けて、陸軍総司令部は、エラースーをフランクフルトアムマインの戦車製造業者アドラーベル家に譲渡した。暗号名、シャカールという製造計画が、東都機関の指揮下で立案された。行動施設改造のために、イタリアの政治犯収容者や、 いわゆる、反ユダヤ人が、強制労働者として働かされた。ノイホーフ駅への空爆や進軍してくる、アメリカ軍により、改造工事は1945年3月末に、中止された。軍事的利用を理由に、鉱山の行動は1945年以後、注水されることになっていた。1946年に保管されていた、爆薬類は、ステイグに譲渡された。 ビンタースハル AG への返却は1952年に実現した。ビンタースハル AG は DDR 地域にある仮鉱山を失ったため、ノイホーフ鉱山の再開を決定した。戦争による被害を修復した後、1953年にノイホーフの加工場の再建が始まった。1954年10月にこの鉱山は創業を再開した。 アウトバーン A66 号線のトンネル工事。すぐ左の線路は、近地ひたある鉄道で、画面奥に、ノイホーフ駅がある。左端に、当時の連邦道 B40 号線が見える。広域道路鉄道バス路線、公共旅客近郊交通のイホーフには、隣接する集落への地域近郊交通会社フルダ、MBH の停留所や、乗り換え所が数多くある。これらのは、 翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。